はい、ではね、また渡辺陽太くんの実家というかおじいちゃんたちが経営している会社の前に来ました。ね、これが千葉駅から出てるモノレールですね。でね、かなり目立ちます。地匠って書いてある。地匠土木、立派です。なんか電光掲示板もあるんだけどね、意味があるのかないのか、そんなに、まあまあ、あ、なんかさっきね、麻薬防止みたいなこう看板が出てたんで、あれですかね、警察からスポンサー料もらってんのかな。うん、警察しかないでしょ、こんなところに航空とか出すの。警察の看板ですね。俳優の人が乗ってたんで、あの警察のポス麻薬防止のポスターに出てくる俳優の方が乗ってたんで、中尾なんとかさ、名前忘れた、あのダンディーな俳優の方です。江守徹さんの友達、名前を忘れました。そうですね、交通量は非常に多いですね。今夕方なんですけど、で実はここ立っているところが、あの殺人現場が起きたところです。なんでかというと、ここに入所している、まあ、おそらく生活保護者の人が同士が喧嘩して刺し合ってここで倒れたみたいです。でなんかここら辺に生活保護者が入所というか、あの入っているって言われてますね。本当かどうかちょっと確認できないんで分からないですけど、で NPO 法人ですから、 NPO 法人で非常に、近いんですね。若葉の区役所と場所的に。誰が入所してますね、多分。で50棟ぐらいあるかな、50棟。西日はきついです。50棟ぐらいありますね、宿泊できる部屋みたいなのが、プレハブ小屋的な、ちゃんとはしないかな、安い素材っぽいですけど、この緑の、それが多くて、そう、どうなんでしょうね。まあ、その殺人事件が起き、その低所得者同士で殺人事件が起きるみたいな犯罪とかは別に珍しくない、ここだけではないので、それは言ってきたいんですけど、まあこの人たちからお金をいただいて、まあ、多分合法的ですよね、もう多分こちら貧困ビジネスって言われたんですけど、まあ、僕はよく分からないんですけれど、でそのお金で渡辺陽太くんが携帯代で、あの犯罪者同士で、強姦犯罪者同士で連絡を取り合い、今回の事件が起きました。なのでまあご自分でちょっと申し訳ないんですけど、その部屋を借りて生活を受けた方が、なんかもしかしたら自由が利いていいんじゃない、まあ多分 NPO のこういう施設がある方が楽な人もいると思うんですけど、今回のことが起きてしまいましたしね、その金の力でなんとか解決するかもしれないんですけどね、やっぱその性癖ですからね、強姦つっても何回もやるようでしたらもう性癖で治らないんで、やっぱ YouTuber とかが見張っていかなきゃダメじゃないですかね。埼玉ですよ、埼玉。しかも渡辺陽太住んでたのおじいちゃんか親父の経営してる会社の寮ですから、寮って言われてますから、これはひどいね、これはひどいぜ。安らぎの会って書いてある、誰も安らげないっつうね、誰も。まあなんでしょうね、やばいっすね。千葉テレビも
のスポンサーとかにもなってるらしいです。おじいちゃんの渡辺陽太くん、合間大成功ですよね。成功大成功、合間犯罪大成功ね。じゃあまた来ようかな。じゃあ以上です。